どうぞ。皆さんこんにちは。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 皆さんこんにちは。私たち諸国漫遊アイドルレミトです。はじめましての人が多いと思うので、まずはレミトの意味を紹介したいと思います。はい。レミトのレはリバスのレ、レボリューションのレ、レレレはレ。私たちは日本一のご当地アイドルを目指し、茨城水戸の魅力を全国に発信していきたいと思います。それでは早速メンバーの自己紹介、まーちゃん。はい。レミトのお姉さんを目指してます。紫担当17歳のモアです。今日は私の推しを増やせるように頑張りたいと思います。イエーイ。次にイザナちゃん。はい。癒しピンク担当16歳のソナです。今日は皆さんに笑顔になってもらえるように頑張ります。よろしくお願いします。イエーイ。続いてレオちゃん。はい。みんなの決勝は赤色担当14歳レオです。今日はみんなの傷治しちゃうぞ。イエーイ。続いて候補生のりんちゃん。はい。はじめまして、15歳空色担当候補生のりんです。よろしくお願いします。イエイイエイ。このレミトのメンバーをよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは早速1曲いってみましょう。こちらの曲は大洗出身のヨユペ先生とお兄さんのヨユパ先生に作詞作曲をしていただきました。水戸市にある白い大きな巨人ダイダラ坊がモチーフとなっています。それでは聴いてください。デン。ダイダラダイダラ青いソファナッシンユーユーの現在のソーベリーベリーピンピンどうしてもおかげキミリホリナリネアイリネエンI'm gonna make you mine.
ここで私たちから告知があります。一番に言いたい人、はい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 、じゃあレオちゃん。はい、3月末まで水戸市ここの偕楽園では水戸の梅まつりが行われています。偕楽園は金沢の兼六園、岡山の後楽園とともに日本三名園の一つに数えられています。水戸藩第9代藩主の徳川斉昭公により領民と共に楽しめる場所として開園されました。偕楽園園内では約100品種3000本もの梅が春の訪れを告げるかのように白、ピンク、赤と咲き震います。おすすめは朝の5時くらい、開花する濃い梅の香りと千箱からの日の出散歩が最高なんです。会場の皆様もよかったら早朝の千箱、偕楽園散歩をお楽しみください。ありがとうございました。じゃあ2番目に言いたい人、はい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 、じゃあ候補生のりんちゃん。はい、改めまして候補生のりんです。みんなに追いつくようにこれから練習頑張るので応援よろしくお願いします。じゃあ最後、はいはいはい、じゃあもあちゃん。はい、ミミトでは現在新メンバーを募集しております。13歳から20歳までの歌やダンスが大好きな女の子、そして地元水戸、茨城県が大好きな女の子、私たちと一緒に活動しませんか？詳しくはリミトのホームページがありますので、リミトスペースアイドルで検索してください。お待ちしております。今日は初めての約10分間のステージだったけど、とっても緊張したね。緊張したレオちゃんどうだった？もうこうたくさんの人に見てもらえて嬉しかったです。嬉しかったね、嬉しかった。じゃあもあちゃんどうだった？4人でステージ立てられてよかったですね。よかったね。じゃあ高校生のりんちゃんどうだった？はい、初めてこういうステージに立ってすごい緊張した。緊張したね。そらちゃんはどうだった？私も初めてのステージでこんなにたくさんの方に見ていただくことができて本当に嬉しいなって思いました。ありがとうございます。今回は私たちの初めてのステージを見ていただいて本当にありがとうございました。ありがとうございました。リミトの名前だけでも覚えていてくれると嬉しいです。以上、私たち諸国漫遊アイドルリミットでした。ありがとうございました。ありがとうございました。続いては水戸ご当地アイドル、かっこかりさんです。楽しみに楽しみに。